坂上富雄は日本の政治家、弁護士。衆議院議員を通算3期務めた。14位、新潟県三上市出身。1949年、日本大学法文学部政経営学科卒業。1952年、弁護士税理士事務所を開設。現三上税理士法人の代表社員になる。 1982年4月25日に行われた新潟県知事選挙に社会党、共産党の推薦を得て立候補。現職の君竹雄との一騎打ちに敗れ落選。1986年の第38回衆議院議員総選挙に旧新潟3区から社会党の統一候補として立候補し初当選。1990年の 第39回衆議院議員総選挙で、社会党は、坂上と全県議の目黒吉之助の二人に公認を出す。結果は、目黒がトップ当選を果たし、坂上は、時点で落選した。1993年の第40回衆議院議員総選挙でも社会党は、坂上と目黒の二名公認にこだわった。結果は坂上が返り咲き、目黒は次々点で落選した。 1996年9月29日、民主党が発足。小選挙区が導入された10月の第41回衆議院議員総選挙に新潟4区から同等公認で立候補するも、得票数3位で落選。しかし比例復活で3期目の当選を果たした。2000年の第42回衆議院議員総選挙も民主党公認で立候補。 しかし自由党公認で立候補した、菊田真紀子との間で票が分散し、再び得票数3位で落選。この時は比例復活も叶なわなかった。2003年の第43回衆議院議員総選挙は、新潟2区に国返し民主党公認で立候補するも、落選。比例復活も叶わず、政界を引退した。2004年局日中受賞受賞。その後は、 民主党や民進党で、党新潟県連顧問を務めた。2018年4月9日、老衰で死去。ジョイジョ君、読売新聞2018年4月28日長官。坂上富夫、新潟県弁護士会、春の叙君中受賞以上と、在外法人、外国人叙君の受賞者一覧。読売新聞2004年4月29日長官。 民進党新潟県連ウェブサイト県連役員。民進党。2017年4月21日時点のオリジナルより、アーカイブ。2020年4月29日閲覧。坂上富美雄氏が指揮元衆院議員。日本経済新聞。https www. 日経 .com アーティクル。ジャックスムズ2921909。 8A410C1CZ80002021 年3月17日閲覧第145回国会法務委員会請願4二2 1号ありがとうございます